は、竹です、今ですね予約受付中の、ビッグダッフルバッグ、こちらを、2泊3日ぐらいの、荷物量を入れて、バイクに搭載してちょっと走りに行きたいと思います。で今回は、まあ、このチョッパータイプとシシバーがあるタイプと、あとあっちのボバータイプ、シシバーがないタイプの、まず搭載方法というかのを、撮影していきたいと思います。じゃあまずね、このボバーの搭載方法、搭載というの積載方法、積載方法、まあ、CC バーがないのと、あと、まあ、こういうタイプはだからフェンダーの上に乗せてネットが一番安定するんじゃないですかね。でっかいのまずつけてから、あ、フェンダーブレスもかけるブレス一回押してもらおうか。それだけで結構安定してるじゃん。それだけで結構動いてるんですか。ちっちゃいやつ。え？ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。あ。そのここにさ、こうするわけですか。ネットの中で。中で。ネットの中の方がいいでしょ。でもなんかこのまま入れとって出したいかもしれないんで、ここでも。それで取れん。知らん。それはバイスし、まあ横大丈夫、横大丈夫。これだけはね、なんかちょっと小物出したいです。確かにね。で横の取れない。なるほどね。で OK。まあこんだけ大丈夫だったら大丈夫じゃん。はい。まあ、かけないと怪我します。まあ普通だったら多分 CC バーのここだね。ここにやって、まあ、巻いていく、まあ、でも僕の場合は後ろに置いて、でこのこいつをいつも僕は一つここに一周させると。なるほど。でつけます。もうこれだけで結構大丈夫だけど無理か。まあ、であとはこれでぐるぐる巻いてって、1週間ぐらい行くキャンプだとマジで荷物多いから、積載もっと考えないとダメですけど、とりあえず200ぐらいだったらこれで、うん、で、ちっちゃいやつをこいつもここで一周刺してから、つける、まあ、これで結構大丈夫。じゃあ、この2台で走りに行ってきます。
ケットハットも、店頭限定カラーと、あとこちらのこのメッシュキャップも店頭限定カラーで、同時に予約受け付けてますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、走行動画は、見てもらった通りで、積載も自分なりになんか考えてみて、まあ、フロントフォークにつけたりもできますし、まあ、CC バーだったりフェンダーの上で、つけてみて、お願いしますということで、明日まで予約受け付けてますので、皆さんもよろしくお願いします。じゃあまた、お会いしましょう。バイバイ。